小崎チャンネル。ちょこんにちは。さあ今日はですね、はい、巨人です。巨人いきますか。今優勝争いね、はい、してますけど、うん、まあ今日が8日8日ですか。10月8日ね、はい、まあ、どうなってるのかね、うん、分かりませんけどね、はい、今結構話されてます。はい、ピンチだってまだあの10月でもないからね。そうなんです、まだ9月なんで今はね。今日何日、9月27 8です、はい、うん、はい、ね、まだ分かんないです。そうそう、まだ分かんないけど、はい、あの今日から中日して、はい、はい、ね、ということで、うん、巨人去年のドラフト、はい、1位ね、平内、うん、でも佐藤くん行ったんだよ、ドラフトはね、はい、佐藤くん行って外しちゃったんだよね、うん、で、平内選手か。今年1軍で3試合、防御率 14.40、うん、で2軍では35試合登板、先発1回だから主にリリーフだね、はい、5勝4敗 3.31、うん、まあまあって感じかな。そうですね。で、2位は東海大から山崎選手、はい、登板なし、うん、トミージョン手術受けてるんですよ。あ、そうなんですか。大学生の時に、うん、でそれでまあ復帰を目指すっていうね、はい、まあ、東海大学なんでね、うん、原さんの母校です、はい。3位中山ライト選手、中京大中京、2軍で39試合2割8分もう頑張ってるね、まあ、ジャイアンツも3軍あるからね、うん、で次が三菱パワーシステムズ伊藤祐介選手、14試合登板、うん、先発2回防御率 4.71、はい、次が秋広優斗選手、はい、二松学舎、背がでかくてね、はい、注目されましたけども、めっちゃ高いですよね。1軍では未出場、はい、2軍で初試合2割2分9厘、うん、ホームラン8本、うん、まあまあこっからか、はい、ね、まあ思ったほどだね、そう騒がれた、まあジャイアンツだから騒がれるからね、うん、で次が山本選手、中京大学、13試合登板、先発7回2勝3敗 4.43、はい、で萩原哲、創価大学、22試合1割9分4厘、うん、まあパッと試合ね、うん、秋広今日から1軍らしいです。お、秋広今日から1軍、28です。ちょっと楽しみですね、ね、うん、今日から1軍なんで、あの未出場じゃなくなります、はい、うん、そうですね、はい、だから今は出場してます。へー、はい、さあね、多分出場してるからその鈴畑が出るかもかね、はい、うん、そうですね、うん、さあということで昨年のドラフト評価、はい、ジェンツ C です、はい、それ仕方ないね、はい、まあ、山崎選手はね、まあその故障明けだから、はい、そこはしっかりね完治すればっていうところですけども、うん、全体的に C、 はい、はい、ですね。平内選手ね、アジア大学から、はい、いい球投げてたけど、うん、まあなかなかっていうとね、ところで、はい、さあ巨人、はい、どこを今日しようかね、まあ、絶対いらないのはサード、ショート、うん、はい、まあ、セカンドも吉川いるからね、うん、ファーストでキャッチャー、巨人はもうピッチャーと内野しかほぼ取ってないですね。だってもうピッチャーいないからね、はい、でそこを補いきれてないから、うん、今年もピッチャーだね。じゃあもう即戦力のピッチャー、即戦力のピッチャーだね、はい、うん、これ知ってんのよ。おー、でもやっぱ知ってるんですか、巨人も。巨人も知ってんのよ、うん、ドラフト1位、はい、大統領か、はい、聞きたい、したいですね、やっぱね。じゃあ発表しようか。はい、お願いします。第1回戦の希望選手、読売、広畑敦也投手、三菱自動車倉敷オーシャンズ。おー、あの選手ですね、あのヤクルトファンで。そうそうそう、名前が古田さんにちなんで敦也、はい、しかも帝京大学出身、はい、ジャイアンツ、うん、おすすめ、はい、まあ先発中継ぎどっちでもできます、うんうん、俺はもう中継ぎの適性強いかなっていうのもあるけど、本人は先発やりたいらしくて、はい、うん、でももう今ね、はい、ジャイアンツはもう中も外も欲しいでしょ、はい、ピッチャー、うん、はい、でしかもすぐ使える、はい、社会人、うん、広畑、うん、いいんじゃないのかなっていう、いいですね、あ、社会人出身選手がいいですね、そうしたら、ね、いいでしょ、うん、ジャイアンツにおすすめなのはこの、まあ、今年の本当にね一番人気らしいのよ、即戦力、はい、で、あのタイプ的に言えば、うん、元ジャイアンツの牧原選手に似てるっていう、はい、え、いいじゃないですか、いいのよ、はい、だからまあ俺はもうおすすめだね、はい、広畑選手ね。でもし2巡目で左のピッチャーが欲しいんだったら、はい、俺のおすすめは、うん、まあ、2巡目で残ってそうっていうところで、はい、同じ三菱、はい、三菱もう一人いるんですか、重工ウエスト、あ、森翔平投手、はい、この右左で社会人の2人を取って残ってますかね。だ、残ってると思う。思う、うん、総合力高い先発左腕っていう、うん、やっぱり左の位置抜けはやっぱりね、隅田、黒原、佐藤っていうのがやっぱ大学生の左が多分、うん、だから1以降で言うと、この隅田、黒原、佐藤、うん、で
明桜風間小園森木、はい、で立つ、うん、で広畑 S、はい、っていうところが多分ドラフト1位 であと無垢の記念、ああそうですね、うん、福祉大の東北、うん、であと正木、うん、慶応の外野手、あと砲台の山下光投手もいいですね、うんうん、いい左の、うん、っていうところが抜ける可能性あるけども、はい、この三菱ダブルで、うん、そうですね、うん、であとは、うん、でもね俺ドラフト2位でね、はい、ピッチャーピッチャーいかないんだよねジャイアンツって、俺はピッチャーピッチャーがいいかなって思うんだけど、はい、うん、俺ドラフト2位も知ってんだよ、え知ってんですか、うん、珍しいパターンでしょ、はい、ドラフト2位も知ってるっていう、うん、2位発表する、はい、お願いします。第2回選択希望選手、うん、読売古賀優斗、保守中央大学、あキャッチャー行く中大、はい、新之助の後輩、ああそういうことか、しかも今年のキャッチャーの中で一番いい評価、はい、うん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 、に行きます、ああドラフトで、あなんかそんな気してきましたね、一歩間違ったらよ、うん、1位行きます、へもう抽選外れて一歩間違って1位いきます、 いっちゃいますか、うん、ひょっとしたら2巡目まで残らない可能性あるから、うん、ひょっとしたら1位いきます、うん、まあ、その世代トップの有能捕手って書いてますからね、そうそうそう、うん、だからまあ1位ピッチャー行って2位取れたらラッキーだけども、はい、1位まだくじ引き、ジャイアンツだってあの10連敗くらいしてからねくじ引き負けそうですね、ずっと確かにずっと見て見てそれ乗ってるからずっと負けてる、この近年のやつでも、これ確かね5年分ぐらいしかないんですけど、5年分だけでも、あでも全部罰だ、だって田中正義行って佐々木千早行ってダメで吉川直樹行って、はい、で清宮行って村上ダメで桑原行って、はい、で根尾ダメで辰巳ダメで、はい、で高橋幸行って、はい、で奥川宮川ダメで堀田、うん、で佐藤輝明ダメで平内もうだってもう全部引けてないからね、本当だ、うん、でもね高橋幸行にして、うん、あのよかった根尾辰巳外した高橋幸で今ねタイトル争いしてるから、ね、うん、非常に良かったしねここはね、そう、これ見ると結構引いてる球団と引いてない球団の差がすごいですね、で高橋、田中正義、佐々木千代行かないで、うん、吉川行って今吉川もねいい形で、うん、はい、まあ、悪いわけじゃないんだよ、はい、外すのがね、うんうん、でも外しちゃう可能性あるからひょっとしたら1位で古賀君行く可能性もある、うん、外れ1位で、はい、うん、でも多分ねこれよ、あと欲しいのは、はい、外野か、外野いるな、だって佐藤君行ってるから、うん、外野はね、はい、駒大の鵜飼とかね、ああと上武大ブライト、ブライト健太選手、うんうん、あとは神大の梶原、うん、っていうところがね、はい、俺はいいだと思うけども、うん、あなんかあのうちのスタッフから、はい、ジャイアンツに智弁学園の前川右京おすすめ、はい、あ岡本、岡本広岡です、後輩、おいいね、あそのラインで、うん、あるね、あいいですね、3位か、うん、先生すごいね、うん、あ、いいねいいね、うん、あとね、あのもう一人取る選手俺知ってる、はい、ピッチャー取るよ、はい、海で、海で二松学舎のね、うん、秋山、うーん、だから秋山秋広で二松学舎で、二松学舎、うん、多分取るとこ海で、秋山星雲投手、うん、うん、左ですね、うん、多分ね5位とか6位で取ると思う、うん、だからあれだね、うん、1位が広畑、はい、2位古賀、うん、で3位に、うん、前川右京行って、はい、うん、で4位にピッチャー、うん、5位に秋山、うん、はい、これでいこうか、うん、でもし万が一で言うと古賀が1位もある、うん、抽選によっては、はい、中央大学だからね、うん、そうですね、うん、まあ、ね、いいキャッチャーだしね、うん、そうそうそう、はい、まあ必要だからね、うん、キャッチャーもね、はい、ジャイアンツはね、うん、そういった意味では、はい、まあ、どういう感じになるのかね、そうですね、ジャイアンツファンの皆さんはね、はい、誰を1位で欲しいか聞きたいですね、あコメント欄にぜひ書いてほしいですね、そうそう、高校生だと来年は使えませんよっていうね、はい、ね、ということでね、はい、まあ皆さんね、どんなドラフトになるのか注目してください、うん、はい。